はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。はい、ということで本日なんですけどもね、爆速でね、累計回収しました。はい、こちらです。はい、こちらですね。いや、めちゃくちゃ疲れました、本当に。あのね、無課金とね、同時並行でやってたの。無課金の方は、ちょっとね、今日もし生放送できたら生放送で終わらして、生放送で開封しようと思います、無課金は。メインはね、ちょっと動画で開封させてもらいます。で、その結果によっては、追加ガチャします。はい。まあ、サムネどうなってるかわからんけどね。サムネでネタバレ撮ったらあれやけど。うん。の、その前にですよ。はい。ちょっとこちらです。はい。称号チャレンジ。略して称チャレです。これね、皆さんよくある質問。なんで同値にしたらいいんですかっていう質問にもね、ちょっと軽く答えますわ。もう簡単に。簡単に答えるんで、まあ、もしね、知ってるけど、もう一回知りたいとか。なんで同値、いつもなんで同値にした方がいいとか言ってんのお前みたいな言う人はちょっとここで聞いてもらったらなと思います。はい、もう簡単に説明しますね。まず皆さんリーグオーダー見てください。もう興味ない人は飛ばしてもらっていいんですけど、例えばこれね、コンボ皆さんどうですか。これ超大胆不敵見てください。パワーミート総力の中でパワーが一番高い選手が8名以上ね、このコンボね。で、超周到精密、これミートが一番高い選手が8名以上で発生するコンボなんですよ、この2つは。なので、例えばミートとパワーが同じ能力であれば、例えば74、74であれば、その選手はミートとパワーが一番高い選手になるんですよ。そうするとこのコンボに食い込んでくるんですよね。もうそういうことなんですよ、同値にしたいっていうことは。だから別にもうね、同値にする必要ないんですよね。結構もう僕コンボ出てるんで。ただまあ見栄え的に同値の方がいいじゃんっていう感じ、今はね。ただまだ始めたての人とかはこういう称号チャレンジで同値を狙っていくのが better です。はい、 better、 うん、 better です。はい、わかりました。もうこういうことなんですよ。だからもうね、今ので多分わかったと思う。うん、もう簡単に説明したから。なので同値を狙ってるんです、僕たち皆さん、配信者の皆さんは。うん、まあ他の皆さんもそうやけど。なので僕がね、今回称号チャレンジしていく選手、まあリーグオーダーに入ってこないんですけど、いや入ってるわ、中村選手です。はい、完成しました。僕中村なんですよ、中村僕中村なんですよ。もうすごい中村レストでめちゃくちゃ持ってるでしょ。で、中村選手ね、僕ミート上げたいんですよね、称号で。とりあえずね、ミートが3上がる称号がつけばもうやめます。で、経験値に変えます、中村選手は。それか次回中村選手ゲットした時に称号チャレンジに使います、限界突破とかね。なのでちょっと軽くいきます。これいつの中村選手、僕この時から中村選手ゲットしてないと思う。2018シリーズ最近やないかい、最近やないかい。まあいいや、そんな言ってないです。いきましょうか。パワー上がる、うわないなー、極意書の間はちょっと節約していきます。はい、さあ来い。あ、ちなみに楊大寛選手も称号チャレンジします。来い、シュピッ、あー警報出ました、警報。はい、久々にミート下がったらあかんねん。どんどん行こう。楊大寛選手のね、称号チャレンジも重要なんですよ。楊大寛選手ミパソ同値になるんだよね、ミパソ。うん、なんか音楽の記号みたいになったけどね、ミパソ。あーもうパワー自慢すんな、さっきから警報やら。いや、つけた方がいいかな、ちょっと2個ぐらいつけとこうか。うん、はい、さっきのね2名分つけます、お願いします。シュッピー、はい、来た、来い。アンダー生存機が一番、あー超人、超人もまあまあいいんちゃう、ミート上がるんちゃう。パワー下がるけどミート上がる、オッケーオッケーオッケー。パワーはね、おかわりしたらだいぶパワー上がるから、ちょっともう一回ぐらいいっとこう。うん、もう一回ぐらいいこう。さあかも、シュッピンシュッピン、ホス、いつも極意書つけ、オッケー、来た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 、オッケー、もう満足です。はい、もうオッケーっす、星4ついたんでオッケーっす、最強、やば。はい、ということで次、楊大寛選手ですね。はい、楊大寛選手完成しましたよ皆さん。代打の神様発生するまで終われません、やりますから。はい、期待しておいてください。ネタバレになったけども、楊大寛選手ね、圧倒的ミート力で72のミパソ同値になるんですよね、ミパソ。うん、で、星4のアンダー製造機でミパの同値になるんですよ。73の同値になるんですよね。だからね、星4のアンダー製造機が星2の圧倒的ミート力なので、圧倒的ミート力を一番狙いたいので、極意書つけないです、星2なんで。いきます、カーンでいいよ、カーンで、カーンでいいっすよ、カーン、オッケー。あー打撃を職人、あーちょっとこれ見栄え悪いな、後で外します、見栄え悪いんで。1個つけとこ、いやー、いい、いらん、いらん、いらん、星2ぐらいいらん、星2はねつけなくていいっす、お願い。ヨーデイカン、オッケー、ガー、まあまあ強心臓、最悪強心臓ですね。はい、ラスト、ラストデイカン、お願いします。星2の圧倒的ミート力、シャスシャス、あー、お、あー、あかんわ、うわー、ミート型になったな。まあいっか、いや強心臓でいいや、これ強心臓っす。はい、スピリッツ上がるんで。はい、ってことでね、さっきの2名の企画お楽しみにしておいてください。はい、おかわりくんはわかるでしょ、モナの企画か。ってことで、あ、 10% とか引きたいな。ちょっとゴールド契約書とかめっちゃあるんで、さっきこれ引くか。グランドオープン間に合わんよね。うん、間に合わんね、オッケーオッケー。
ゴールド契約書と、10% 引きます。盛りだくさんやね今日な。みんな今日の動画こっからもしかしてガチャ引くねんで、えぐない今日の動画。いやちょっと1枚はみ出るな。ゴールド契約書10枚あるから10枚引くわ。お願いします。来い、飛べ飛べ。いやーけど散ってるからな、散ってる可能性、散り率、散った時はマジで来るから来い頼む。まあ、A は確定してる。ゴールド契約書10枚で来い。我らベリ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 、最悪。なんか A いっぱい来そう。ロドリー、あーくっそー、なかったか。じゃあ 10% 出んな。もう 10% サクッといこう。うん、はい1枚です。サブ洗濯契約書はちょっともうちょい悩まして。うん、はい 10% 引こう。もうカットするわ。カットカットします。いきます。はい、うん、はい。ってことでお待たせしました。ベスト9タイトルホルダー契約書報酬ですね、開封していきます。宮西選手が出たら追加ガチャ引きません。はい、もう僕宮西選手、いやけど吉田正尚選手欲しいな。宮西選手か吉田正尚選手なら、まあどっちにしても30連するかな。ガチャまあいいや、引いていこう。いきます。どう、まあ、今日のマジで、今日の動画マジで盛りだくさん。ラッキーっすね今日見た方皆さん。はい、昨日の動画もゲーム急上昇ランキング8位ありがとうございます本当にね。僕が見た時は8位、今何位になってるんかな、3位とかなってるんかな。ということで宮西選手、吉田正尚来い。うわマジ、ちょっと待って、リアタイ強なってまう。またうわマジか、引く。え、ガチャ引かんでいいんすけど。ちょっと待って。やばい、もう狙いの選手ほぼ出たわ。もう荻野選手も出てるし、有原選手も出てるし、宮西選手出たやろ。あ、もうあと吉田正尚選手だけっすね、もう。30連いきましょうか、じゃあ。うん、30連いこう。じゃあちょっと入れてきます。エナジー55しかないんで。はい。はい、ってことで入れてきました。2日連続引きが神がかってる男、VIP です。よろしくお願いします。はい。ってことで多分ね、引けるんちゃう。これね、もう S 出たらベストラインタイトルホルダー確定なんで、もうサクッと吉田正尚選手引いて終わろうぜ。うん。じゃあ、100連目ですね。いきまーす。昨日90連で止めたから。通信悪い。通信悪い。来た。通信悪い時は S 出るあるあるね。いきまーす。ドン。ほらほら止め止め、ちょ、こい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 、マジで S 確定してんね。これマジで出たらでかい。ほんまにこれ。うーわ。うん、そマジでカットインの塩なくなってる、ほんまに。我のベリー、オーマイガッド、ないか。あ、はい、いやけど可能性あるからね。散ってる時はね、結構ね、演出なしで来る時は、あ、あ、丸って飛ばしすぎた。演出飛ばすのあかんはやっぱりよろしくない。さあラスト10連目 S ローデーカン。はい、ということで次110連目ですね。頼む、マジで吉田正尚選手来てくれ、お願いします。さあいきます、110連目。これマジ S 出んかったらちょっと追加ある。うわー、散らんか。光る、黄色に、大丈夫、青く光るから。やばい、ここでカットイン出たら、いやマジでカットイン出んな、ほんまに。ベリ、うわ、そんな甘ないわ平井選手、そんな甘くないわ。うん、そう聞こえます僕には。耳元でささやかれてます、そんな甘ないぞって。うん、コナミそんな甘ないぞ言うてますわ。はい、ウィーラー。さあラスト若月選手、立花選手。さあということであっという間ですね、30連マジか、早、1分ぐらいで終わったわ。うわー、もう一回追加いこうかな。ちょっと吉田正尚選手はマジで欲しいんですよね。皆さんも聞きたいでしょ、リアタイで。しかもね、片目打ちついてるから、俺2番打者で置いたろうかなと思ってるんですよね、吉田正尚選手。マジでマジの2番に置こうと思ってるんですよ。まあいいや、もうそんな言ってる間に120連目お願いします。頼む、2番に吉田正尚を置きたい。タップ、よし、うん、くっそ、今日散るな、今日散ってくんな。わっしゃ、よしよし、ラスト30連目、持ってる。これマジ引くんちゃう、まさかか。マジで怖いねんけど、もうタップできひんわ、怖い。マジで宮西選手引いてるし、お願い頼む。ベストラインは確定します、ベストラインは確定してる。ラストか、あ、ここや、来い。いやー、荻野選手2枚目。いやこれちょっと待って、ミキサーできんじゃん、無理かな。ラスト、あ、西選手、あれちょっと待って、うわー1枚足らんわ。宮西選手はさすがに無理やわ、マジか。はい、ってことでね、ちょっとまた入れてきました。あのね、まあ今、お前課金しすぎやろ、ムカつくわと思ってる人もいるでしょう。ただ、お前そんなとこで終わっていいんかっていう人が多分大半やと思うんですよ。お前吉田正尚出さんでいいんかっていう声の方がね、僕の耳に届いてるんですよね、今。なので、ちょっとね、もうね、S 引いたら、その時点でやめます。ほんで、もう最大30連しかできません。もう無理、さすがに、追加は。なので、あと30連します。で、その間に、S ランクが来たら、もうそこで一回ガチャストップして、ちょ、エナジーストックしたいんで、そこでガチャやめて、で、ミキサーします。ベストラインミキサーしますんで、そこでもう、だから2回チャンスあるわけですよ。吉田正尚選手を出すね。簡単に言ったら。はい。欲しい、来てる、欲しい、マジ欲しい、ほんまに、2番に置きたい。ってことで行きましょう。はい。何連目やこれ、もうわからへんわ。130か。130やね。行きます。
頼む頼むマジ頼む、エナジーはストックした、エナジーを貯めたい、節約したい、行きます。ほい、チラチランか、けどチッと、あーか、これあかん、これも一番きついパターンなんですよ。ここ光らんかったら、光った、ほい、カットインはほんまになくなったのかなあ。あーきつ、これ来なさそう、あと30連で、もう30連で来んかったら最後なんかもうオチが見えてるわ、ヒューンって終わりそう、ヒューンって。平選手めっちゃ顔踏ん張ってる。いやもう終わりがなんかちょっとオチが見えてるな。フラグならんかったけどな。140連目ね、お願いします。とりあえず散って5本指で押すわ、5本指で、5本指タッチ。あ、ちょ、画面が5本指、あー iPhone の仕様で5本指でタッチしたらなんか画面が浮くみたいです、すいません。じゃあ1本指でいきます。はい、いやー、いやこれもう一番コンパターンなんですよ、これが。うん、でカットインは絶対出ないんです。で割れ、もうこういう時割れないよ。いやマジでほんまに、いやもう闇見てるわこれ、やばい、やめとけばよかったほんまに。いや来る可能性ある、来る可能性、木村文乃選手ね、フランソワーね、あフランソアーサラソ、うわうわ最悪、もう1枚しか A コロンし。さあこれラストですね、もう S 出んかったらもうヒューンと終わってますから、動画いきます。ラスト150連目ね、いきます、ドン、ほらちょっと頼む、ほんまに最後やぞ、おいおい調子いい、調子いい、お前大丈夫か、お前動画終わるぞ、動画終わるぞ、終わる。マジかよ、もう出てくれ、ちょっと今エンディングはもう今迎えてると思うけど、ここでなんかサプライズで最後出てくれるとかない。